カーボン、シリコンは、元ザ・クラッシュのミック・ジョーンズと元ジェネレーション X のトニー・ジェームスが結成したガレージロックデュオ。2002年頃に結成された。以前のジョーンズのビッグ・オーディオ・ダイナマイトでの活動と同様、カーボン、シリコンは既存のロックンロールへのアプローチの破壊を狙った。評論家、アラン・マッキーは、ノートパソコンとジャムるストーンズだと表現した。近年になり、彼らは、このようなやり方を諦めた。バンド編成は、インターネットと P2P ファイル共有により変化した。ジョーンズとジェームスが作った最初の曲は、MPFreeと名付けられ、ここにおいて、彼らは、利益より音楽を広げるため、インターネットとファイル共有の技術を受け入れることへの意欲を表明した。彼らはライブの海賊版やレコードを彼ら自身のウェブサイトやファンサイトで自由にダウンロードできるようにした。カーボン、シリコンは4枚のデモ CD、サンプルディス、ピース、ドープファクトリーブに、ザ・グランド・デルージョン、ザ・ホームカミングを録音した。最初の公式リリースアルバム、ATOM は2006年7月28日に彼らのウェブサイトで初公開された。初期の曲のリテイクを含む次のアルバム、ウエスタンフロントは直後の同年10月14日に続いた。3作目のザ・クラカップスイートは2007年3月にリリースされ、その後も彼らのウェブサイトで入手可能である。同月、ビッグオーディオダイナマイトでジョーンズと一緒だったレオ、イージー・キル・ウィリアムズがベースを弾き、元リーフのドミニク・グリーン・スミスがドラムで参加することが発表された。バンドはさらに2枚の EP ともう1枚のアルバム、ザ・ラスト・ポストを発表し、ワイト島フェスティバルとアメリカ遠征を含むツアーを行った。2008年1月、ロンドン、ラドブローク・グローブの小さな会場員、オン・ザ・グリーンで彼らの原点に戻ったかのような7週連続のコンサートを行った。最初のギグにはトッパー・ヒードンがステージに上がり、2曲を一緒に演奏した。最終ギグ、カーボンカジノ7では、ジ・アラバマ3が、ジョーンズ、ジェームスとステージに上がり、アメリカのドラマ、ザ・ソプラノズのテーマを演奏した。公演を通し、ダーティ・カーテンズ、ロンドン北部のバンド、ジ・ユージュアル・サスペクツやサベージ・ノーマッツ等の多くの若手バンドがサポートに駆けつけた。サポートメンバー、ありがとうございます。